ストレートネックを放置していると太って顔がたるんでほうれい線ができて老けてしまいます。皆さんこんにちは、ズボラ健康運動チャンネルの柴田です。いつもチャンネル登録高評価ありがとうございます。まずはですね、ストレートネック度合いをチェックしていきたいと思うんですけども、座ってもらった状態で耳が肩の位置と一直線になっていれば OK です。耳の位置が肩よりもだいぶ前にずれている方はストレートネックが強くなっていて太りやすくて老けやすい状態になってしまいます。ストレートネックになってしまう本当の原因は普段から手を前に出して使うことが多いため肩が前に出されて猫背の状態になっているからなんです。猫背の状態になるとつられて頭の位置も前にずれてしまうことでストレートネックが完成してしまいます。この状態を放置していると肩甲骨と肩甲骨の間にある褐色脂肪細胞という熱を生み出す細胞が働かなくなってしまうのでどんどん代謝が落ちてしまって太りやすい状態になってしまいます。さらにストレートネックによってどんどん顔の前の筋肉がガチガチに固まってしまうので皮膚や筋膜を下に引っ張ってしまって顔がたるんでほうれい線ができてしまいます。でも大丈夫です。これを解消する方法を4つのエクササイズ考えましたので皆さん一緒にやっていきましょう。はい、まずは猫背を解消するストレッチからやっていきたいと思います。まずは胸の前の筋肉をガシッと掴んでいただいて内側にグッと寄せてください。その状態から手を外側に向けて大きく後ろに回していきましょう。これを10回転やっていきます。ではいきます。せーの、1、2、3、胸の前の筋肉をストレッチするような感じです。5、6、大きく動かしましょう。7、8、9、はい、ラスト10。はい、 OK。 では反対側やっていきましょう。胸の前の筋肉をガシッと掴んで内側に引きます。手のひらを外側に向けて大きく後ろに回していきます。はい、10回一緒にいきましょう。せーの、1、2、大きく3、4。肩甲骨がゴリゴリ鳴っている方もいらっしゃるのかと思いますが、痛くない範囲でゆっくりとやっていただければいいと思います。6、7、8、9、はい、ラスト10。はい、OK です。はい、2つ目も猫背を解消するエクササイズを行います。次は手のひらをこのように上に広げていただいてこのまま手を後ろに引いていきましょう。そうすると肩甲骨と肩甲骨の間に力が入ると思いますのでこれを繰り返し30秒行っていきます。ではいきます。よーい、スタート。こんな感じですね。この時に姿勢が丸くならないようにしっかりと背筋を伸ばして肩甲骨が動いているのを意識してください。はい、しっかり動かしましょう。肩甲骨と肋骨がぐっと広がるのもいいですね。さあ、もう少しです。はい、 OK です。はい、3つ目なんですけども、3つ目は首の前の筋肉をストレッチしていきたいと思います。方法はここに鎖骨があると思いますがここをグッと掴んでいただいて下にグッと押さえてください。そこから顔を上を向いて反対側を向いてください。そうすると顎から鎖骨のこの前の部分がストレッチされると思いますのでこれを一緒に20秒間やっていきたいと思います。ではいきます。よーい、スタート。上、左、しっかりと顎をぐーっと突き出すとここのストレッチがきっかり効きますのでやってみてください。結構猫背の状態が続くとここが硬くなりやすいので最後しっかりストレッチしていきましょう。はい、 OK です。反対側やっていきましょう。左側の手でグッと鎖骨を掴んで下に押さえておきます。そのまま上を向いて右ですね。そしたらここが伸びると思います。では一緒に20秒間やっていきます。ではいきます。よーい、スタート。ここしっかりストレッチすることによって顔のたるみとかほうれい線の解消につながりますのでこまめにやってあげると結構効果が持続しやすいと思います。
OK でーす。では最後のエクササイズに移ります。最後はストレートレッグを解消する矯正ストレッチを行っていきます。両手を後ろで組んでいただいて、ぐーっと背筋を伸ばします。そこから手をできるだけ後ろに引いてください。さらに上を少し向いて、胸を前に突き出すように背筋を伸ばしてください。そうすると肩甲骨の間がぐーっと寄せられるのと、首が上に伸びると思います。このまま20秒間キープしましょう。深呼吸忘れないようにしてください。では行きます。よーい、スタート。ぐーっと伸びていきましょう。胸の前の部分が広がっていれば OK です。はい、 OK です。はい、皆さん、すべてのエクササイズお疲れ様でした。このエクササイズが終わった後に姿勢のチェックをしてみてください。ストレートネックだった方はさっきよりも耳と肩の位置が一直線になっていれば OK です。姿勢が改善されて頭の位置が正しい位置に戻って、しっかりとエクササイズができている証拠です。これを毎日2セット続けていただくと、姿勢が改善されてストレートネックも解消して、さらには腰痛や肩こりも出にくい体になっていきますので、ぜひやってみてください。今日もこの動画を最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。また次回の動画でも楽しみにしていてください。ではまた会いましょう。バイバイ。